こんにちは、どんこです。今日はこの風呂場で植物を、育てる時の注意点だったり、どういう設備で育てているのか、あと植物の選び方ですね。どういう植物を選んで置いているのかだったり、風呂場で植物を、育てる時のメリットとデメリットを話そうかなと思います。では行きましょう。まずじゃあ、ライト、こんな感じでライトを4つつけてます。 IKEA の植物育成用ライトを3つと、あとパナソニックの LED 級を1つつけてます。この窓があるんで、日中は太陽光が入ってくるっていう感じですね。設備の話なんですけど、これメタルラックを自分は使ってます。これ浴槽の中に入ってるんですけど、こういうサイズが大きかったり、ちょっと光が欲しいなっていう植物は一番上の段に置いてあげて、ライトが当たりやすいようにしてあげて、そこまでいいかなっていう植物はもう一個下の段に置いて、ちょっとこう木陰ができてるんですけど、ここに置いてあげて、で、もっとライトの光いらないなっていうやつはもう一個下の段に置いて、でここにいるのはこういう挿し木した植物とかですね、ちょっと養生中のタッパーだったり、そういうのは一番下の段に置いて、ライトがそこまで当たんないようにしています。次に空気の話なんですけど、こんな感じで上の部分にサーキュレーターを置いて、24時間空気を回しています。で今はサーキュレーターの音がうるさいんで今切ってるんですけど、こいつは24時間稼働してもらってます。反対側に、風呂場なんで換気扇があるので、だいたい1時間ここの窓を全開にして換気扇も回して空気をもう全部入れ替えてあげるっていう感じでやってます。やっぱ風呂場なんで湿度が高いので、空気はちゃんと回して入れ替えてあげないとカビちゃったりするんで、そこはちょっと注意ですね。その湿度とか温度に関してはこういうアナログの室温度計を置いてます。デジタルだったら、ちょっと水やりの時とかに電子回路がやられたりして壊れちゃったりっていうのが何回かあったんで、自分はアナログを使ってます。で今動画を撮ってて声が反響しないように窓を全開にしてるんでちょっと下がってるんですけど、だいたい 80%、 90、80ぐらいでだいたいキープされてます。で今は5月なんですけど、温度はだいたい20度ぐらいですね。そんな感じです。湿度は80とかあると、やっぱカビが生えちゃうんですよね。でカビに関しては天井のここにバイオ君っていう防カビ剤を貼り付けてます。これなんか友達から教えてもらって、風呂場でその湿度はカビ生えるから防湿剤つけた方がいいよって言われて、今日さっきつけました。次に植物の選び方ですね。これ風呂場で育てるとき、どういう植物を選んで置いているのかっていうのをちょっと話そうかなと思います。自分は結構こうしだれたり上に伸びていくようなつる性の植物だったりっていうのが好きで、こういうネペンテスだったり、あとこう見えるかな、フィロデンドロンとかヒメモンステラ、これ結構上まで伸びてるんですけど、ヒメモンステラとか、カラテアモンステラ、ホヤ、いろんな種類があるんですよ。ホヤとベゴニアだったり、あとラン と、ディスキディア、ビカクシダ、これもホヤか、ホヤ、ホヤ、ベゴニア、ポトス、ホヤホヤ、
窓かずらほやほやほや、さっき映したか、そんな感じの湿度が好きで、耐陰性が、まあ、強いやつを選んで置いてます。自分はこの風呂場全体、もう天井まで植物で覆いたいと思ってて、最終的になんで、こういうホヤとかそういう上に伸びたり、壁に根っこを張るような、こう、なんていうんですかね、こう廃墟みたいな廃墟とジャングルの中間みたいな空間をここで作りたいと思ってて、これホヤたちは結構うわーってこう壁に沿って成長してくれたりするんで、そういうのを狙って、ちょっとホヤ多めですね、うちは。でこれあのヒメモンステラとかポトスっていうのは成長が早いんで、あのこういう枝これ幹が伸び次第、こういうポールとかここにつけてる流木にワイヤーでくくりつけて、こう絡みつく様子を作ってあげたりしてます。でまあ最後に、まあ、この風呂場で植物を、育てることのメリットとデメリットをちょっと話そうかなと思います。まずメリットは、こういう狭い空間に植物を突っ込んでるんで、あの植物との距離がこう近いんですよね。ちょっと動けば当たるような感じなんですけど、体調管理がしやすいっていうのがあるのかなと思います。こうなんていうんですか、葉っぱの裏とかすごく見やすいんで、あなんかこいつ色ちげえなとか、なんか虫おるわとかっていうのに結構気づきやすいのかなと思います。うわ新芽出たとか結構すぐ気づきやすいですねこんだけ距離が近いと、まあ これは、まあ、よく言ってるだけで、まあ狭いっていう話ですね。まあ、デメリットなのかな多分温度とか湿度管理がしやすいっていうのも、まあ、メリットなのかなと思います。これあの窓とか全部閉めてしまえばもう密室なんで、まあ、湿度も一定に保ちやすいし、まあ、あとは水やりがすごくしやすいっていうのがありますね。風呂場なんでもうシャワーがついてるじゃないですか。でもシャワーでこんな感じでやるだけで水やりが完了してしまうっていうのが、まあ、かなりでかいメリットなのかなと思います。まあ、あとはそうですね、秘密基地感が強いのが自分的にメリットですね。こういう狭い空間に好きなものを詰め込んで空間を作るっていうのが自分すごく好きで、そうですね、なんか、うん、秘密基地感が好きっすねなんかこう自分の狙ったところにこうツタが伸びてくれたら、おやっと来たわみたいな、ちょっとこう気になるスペースを植物が埋めてくれたらやっぱ嬉しいですね。うん、でまあ、最後にデメリットなんですけど、デメリットはこんだけ植物があると風呂に入れないんですよね。まあ、人間性を取るか植物を取るかっていう究極の二択を、迫られます。ではそんな感じでありがとうございました。